俺、足洗うわ。あった、いいのかい？いつまでもよ。こんなことしてちゃ、おてんとさんの下、胸張って歩けねえからな。何？こっからまた一緒にやり直せばいいのよ。ああ、お前にゃ、今まで迷惑かけたな。明日、けじめつけて、きっちり足洗ってくる。あ、胸張って言っといで、次の日。いやあ、旦那、結構いい足してんね。よく言われるでしょ。え？言われない。またまた、これは使い込んでるいい足だよ。きちんと洗わないとだね。足洗ってる。私の旦那、足洗ってる。え、どういうこと？足洗うってヤクザの組から抜けるみたいな。そういう足洗うじゃないの。何を道行く人の足洗ってるの？ちょっとあなた。おお、お前見に来たのか。どうだ？俺足洗ってるぞ。足洗ってるのよね。足洗ってるよ。何してるように見えてんだよ。足洗ってるように見えてる。だろ？足洗ってるんだよ。え、どういうこと？どういうことなの？何が？あなた、ヤクザの組から足洗おうとしてたんじゃないの？ヤクザの組？何の話してるんだ？え？だって、あなたヤクザでしょ。ヤクザって言っても、薬剤師の方のヤクザな。いや、薬剤師のことヤクザって略さんで、聞いたことないのよ、薬剤師の方のヤクザ。でも、俺毎朝白衣で出勤してただろ。毎朝白衣で出勤してたんだよな、私の旦那。なんでだろうって思ってたけど、薬剤師の方のヤクザだからか、気づかなかったんだよな、私。20年前、出会った時に、職業はヤクザですって言ってたし、見た目もそんな感じだから、てっきりうちの旦那はヤクザだと思ってたんだよな。てか、待って、それじゃ、その目の傷はどうしたの？3日前、薬中にやられたとか言ってなかった。え？そうだよ。薬の調剤中にちょいとミスって薬が目に入っちまったんだ。薬の調剤中を薬中って略さんで、てっきり薬漬けて狂った人が刃物でも持って襲いかかってきた時につけられた傷だと思ってたからさ。いやー、ただのミスだ。ただのミスなのね。よかった。え、で、それはそれとして、薬剤師のあんたがなんで足洗ってるのよ。だからよ、そのミスで薬剤は首になっちまってよ。足洗って一からやり直そうと思ってな。足洗うところからなんだっけ？人生っていう RPG の始まりの街って足洗うタウンなんだっけ？なんかもっと他になかったっけ？おしゃれは足元からって言うだろ。おしゃれはね。おしゃれは足元からって言うけど、洗うのは頭からじゃない？お風呂とかでも。俺は左肩からだな。珍しい。左肩から洗う人珍しい。次に右肘だな。珍しい。左肩の後、右肘洗う人すっごく珍しい。横綱アンケートだと、一番最初に洗うのに3位股間、2位顔、圧倒的1位が頭だったけどね。そしてあんた足からじゃないんかい。まあいいからそこで待ってろって。お前も次洗ってやるからよ。いいわよ、私は。よくねえ。お前、20年前から足洗ってねえだろ。20年足洗ってないんだよな。私、現実世界に野原ひろしがいたらこんな匂いがするんじゃないかっていうような匂いするんだよな。私の足。本当に足を洗った方がいいのは私の方だったんだよな。一緒に足洗って、一からやり直そうぜ。そうね。まだまだ人生ここからだものね。まずは明日、世話になった組長に挨拶に行かねえとな。組長って、やっぱりあんたヤクザなんじゃ。労働組合じゃけ。労働組合か。その後は一緒に仕事探し頑張ろっか。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。サボンとかイソップのスクラブが気になるぞ。また次の動画で。